8時になりました。週明け10月24日月曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは概況。引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日のデイトレ候補、最後に予告をお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、日経とも反落いたしました。ダウは99ドルの下げ、マイナス 0.30% という結果です。日経は116円の下げ、マイナス 0.43% という結果になりました。1ドルは 150.97円、151円目前で150円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが460銘柄、値下がりが1286銘柄、変わらずが90銘柄でしたので、昨日同様7割以上の銘柄が下がったという結果です。ダウの反落は、アメリカ長期金利が 4.2% 台まで上昇し、景気減速への懸念で売られたことが原因です。日経の下げはアメリカ市場の下げが原因です。こちらがアメリカ国債の10年の利回りです。前日比プラスの 0.015% で 4.2% 台に突入いたしました。その割にはただダウもナスも下げ幅それほど大きくない状態です。少し前なら 2% くらい下がってもいい金利上昇ですけれども、まあ、今はアメリカの決算が悪くないせいかとも思われます。こちらがドル円です。ずっと上がってきて本日も高値更新しております。150.96 円から150.99 円で推移している状態で、151円が目前に迫っております。こちらが日本株の業種別の株価指数です。好調だった陸運業も、空運業も本日は下げており、その下げ率も 2% 超えている、まあ、かなり大きな下げ率です。一方、海運業ですね、こちらは、反対に反発した形となっております。好調なところとしては銀行業が4連騰、工業が2連騰という状態です。ただ、上げている業種も、上げ率が 0.2%、まあ、最大でも 0.24%、まあ、非常にそれほど大きくない上げ率という状態になっております。こちらが昨日発表されたものですけれども、投資主体別の売買状況です。ずっと7週連続で売り越していた海外勢ですけれども、ここ2週間、買い越しの状態に転じております。日本の個人投資家の方が3週連続で買い越しておりましたが、直近2週間は売り越しに転じているという状態です。ここら辺、海外の資金流入で相場の潮目が変わるのかもしれません。こちらが経済スケジュールです。月曜日の製造業 PMI、 こちらが注目されるところです。あと10月27日木曜日はアメリカの GDP の発表があります。次に引き後に発表された有望 IR です。まずは、省エネ薬品、今期最終を 2.3 倍増益に上方修正、配当も21円増額という発表がなされました。22年3月期、第3四半期累計の連結最終利益は、前年同期比 50.0% 増の 2億2500万円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予測の2億1400万円から5億3900万円に 2.5 倍上方修正し、一転して 2.3 倍増益見通しとなった。こういう業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の18円から39円に大幅増額修正した。
売上営業利益率は前年同期の 1.7% から 2.2% に改善した。こういった内容です。本日の株価は975円、出来高は4400株。この4400株の約4倍ですが、信用概算が1万7600株ある状態です。1年の株価の動きは10月20日に961円の最安値、ここですね、ここは最安値です。そして2月9日に1184円ですので、ここら辺の位置です。こう右肩下がりに落ちてきてデッドクロスで、最安値をつけた、昨日最安値をつけたというような状況になっております。ご覧になってわかるようにですね、出来高の方なんですけれども、出来高はほぼゼロという日もあるような超板薄株です。こういった超板薄株ですので、急騰しやすい反面、急落リスクもあるという点、ここは注意が必要かと思われます。次に海販です。子会社を設立し、再生可能エネルギー資源を利用した事業へ進出という発表がなされました。こちらが海販のホームページから持ってきた発表です。新たな子会社の設立、および新たな事業を開始することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。再生可能エネルギー資源を利用した事業へ進出する第一歩として、この度合同会社の設立することといたしました。かねてよりフードロスに対する問題を抱えておりました。現在の社会において、このフードロスを削減し、再利用することで、持続可能な社会を作り上げていくことが企業として果たすべき義務であると考えておりまいりました。フードロスを利用したバイオマス発電事業や太陽光発電事業など、様々な再生可能エネルギーの事業形態を検討した上で、サステナブルな社会の実現を当社として果たすべく、合同会社を設立することといたしました。こういった内容です。本日の株価は146円、出来高は8万2400株。この8万2400株の約8倍ですが、69万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは10月19日に150円ですので、ここなんですけれども、本日さらに安値146円をつけておりますので、本日の146円が年初来最安値です。一方、4月4日に353円の最高値、かなり高い位置です。ここら辺です。ここら辺からこう落ちてきて、もう右肩下がりに下がってきて、最安値をつけている。まあ、こういった状態です。今回、続落状態での底値での IR になります。まず先ほども申し上げましたが、信用概算が多いという点、そしてここの続落でできたしこり、この点は注意が必要かと思われます。次に、吸収リースサービスです。今期経常を 43% 上方修正という発表がなされました。売上高を310億円から360億円へ、営業利益を35億円から50億円へ、純利益を43億円から55億円へ上方修正した。リース、カップ事業や不動産事業が計画を上回って進捗していることに加えて、保有する賃貸資産である航空機を売却するなどが寄与する。こういった内容です。本日の株価は597円、出来高は1万3400株。この1万3400株の約15倍ですが、21万4600株の信用概算がある状態です。一方、1年の株価の動きとしては、6月17日に最安値559円ですので、ここら辺の位置です。そして最高値は、8月25日の649円。ここですね。こう上げて吹いて、天井で跳ね返されて、デッドクロスへ25日線にこう頭を押さえられているというような形です。直近だけを見ると、ここで三角持ち合いというような状態です。
先ほども申し上げましたが、1日の出来高1万3400株という板薄株であるということ、そして信用概算が多いということ、この点は注意が必要かと思われます。次、レントラックスです。今期経常を 24% 上方修正、最高益予測を上乗せという発表がなされました。23年3月期の連結経常利益を従来予想の8.9 億円から11億円に 24.1% 上方修正し、増益率が 11.4% から 38.3% 増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予測をさらに上乗せした。同時に4月から9月期の連結経常利益も従来予測の4.3 億円から 5.6 億円に 29.4% 上方修正し、増益率が 7.9% 増から 39.7% 増に拡大する見通しとなった。主力の成果報酬型広告サービス事業において、成果獲得件数増の増加が継続していることにより、当初予測を上回る見込みとなりました。こういった状態です。本日の株価は859円、出来高は2万株、この2万株の約15倍ですけれども、29万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは3月8日に518円ですので、ここら辺の位置です。そして10月6日に864円の最高値、ここが最高値です。ほぼ右一直線に右肩上がり、25日線をサポートラインとした上昇トレンドですね。まあそういったところでの高 IR になります。気になる点としてはやはり出来高に比して15倍くらいの信用概算があるという点。この点は注意が必要かと思われます。次にキーホルダーです。今期経常を 73% 上方修正するとの発表がありました。22年12月期の連結最終利益を従来予想の 7.5 億円から13億円に 73.3% 上方修正し、増益率が 62.7% 増から 2.8 倍に拡大する見通しとなった。なお、1月から6月期の業績見通しについては、引き続き開示しなかった。この理由ですけれども、総合エンターテインメント事業におきましては、大型催事における入場者数の規制緩和の事業環境の改善を、背景に業績が動向が上向いている、こういった内容です。本日の株価は902円、出来高は12万4千株。この12万4千株の約5倍ですけれども、信用概算が69万株ある状態です。1年の株価の動きは3月9日に454円ですので、かなり低い位置でこの辺りの位置です。そして8月15日に最高値919円、ここですね。ここは最高値になっております。こういうふうに右肩上がりで上がってきて跳ね返されて、しばらくはボックス的な動きでここで3連投している状態での高 IR です。まあ、最高値更新目前の状況に今いる状態です。注意ポイントとしてはやはり、出来高の約5倍の信用概算があるという点、この点かと思われます。その他の IR です。上5つが今、お話した内容です。この他に、サーティワンアイスクリームからは 47% の増益で通期計画を超過するという発表がなされました。神戸物産は、前年同月比 3.1% 減。オークファンからは、子会社が不適切な取引を行っていた懸念があるため、特別調査委員会を設置し、22年9月期の決算発表を延期という発表がなされております。東名からは株主優待制度を新設するということ。東映アニメーションからは 40% 増益に、上方修正、最高益で通期も増額という発表がなされております。
アジュバンからは、連結業績予測を小幅に引き下げております。寺岡製作所は下方修正、東京製鉄は 5% 増益で配当も10円の増額、ダイハツディーゼルは 35% 増益に上方修正し通期も増額、そしてリオンは下方修正、西松屋チェーンは10月の既存店売上高は前年同月比 18.5% 増えているということ、三谷産業は決算発表を延期、 SBI ホールディングスは新生銀行の株式 50.5% を追加取得し過半数の議決権を取得したということ、グロームホールディングスは 34% の上方修正。続いて、昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。第1位はスポーツフィールドでした。 46% 上方修正で最高益予測を上乗せという発表をしたことにより前日比 21.6% の株価上昇、本日よりからストップ高でしたのでよりと引けでも差はありません。宇都宮動線が第2位です。 3.5 倍の上方修正を出したことによってで前日比 14.0% の株価上昇、ただし本日よりと引けではよりで買って引けで売ると 3.7% の損失となっておりました。第3位はネクストン、著作権管理楽曲数が 32,275 曲増えたという発表したことにより前日比 12.9% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 10.6% を利益となっておりました。4位以下、ご覧の通りの結果となっております。ここまでが10位。そしてここまでが、最後の21位までの結果となっております。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高3銘柄出ております。バンクオブイノベーションは3日連続。スポーツフィールド、アースインフィニティ、まずバンクオブイノベーションについては、連日申し上げておりますけれども、新作のゲームメメントモリの配信を交換したものです。スポーツフィールドは経常、今期経常を 46% 上方修正して最高益予測を上乗せしたことが交換されております。アースインフィニティは信用取引の取引、規制解除が、大きく動き出したものです。バンクオブイノベーションですけれども、本日出来高が23万6800株あって、成り行き買い74万株を残した状態で引けております。スポーツフィールドは31万株の出来高を作っていて、22万7000株の成り行き買いを残した形で引けております。アースインフィニティは44万7000株の出来高を作っていて、100万株の成り行き買いが残った形で引けております。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率値下がり率ランキングです。値上がり率の第1位はアースインフィニティでした。前日比 18% の株価上昇、第2位はバンクオブイノベーション、前日比 15.9% の株価上昇、第3位は三つ星で 15.9% の株価上昇という結果です。値下がり率ランキングではサンバイオが第1位でマイナス 18.1%、第2位はビジネスコーチマイナス 16.4%、 ビジネスコーチについては、昨日コメントの方で IPO、非常に怖い動きしてますねっていうコメントいただきましたけれども、本日も非常に怖い動きをしていてマイナス 16.4% という結果になりました。あと第3位は、PB システムズで、マイナス 13.4% という結果です。次に新規上場スケジュールです。新規上場の方、今アトラスとリンカーズ、それからプラスゼロ、この3銘柄が抽選申し込みの受付中となっております。まず、リンカーズですけれども、こちらはものづくり領域におけるビジネスマッチングサービス、あとリサーチコンサルティングの提供を行う会社です。今回想定株価としては295円、
株数は279万株、そしてロックアップですが180日なんですけれども、ベンチャーキャピタルは90日もしくは公募価格の 1.5 倍で外れる形となっております。こちらが5年間の業績推移で、売上高の方は、順調に伸びておいて、2020年に黒字化されているところです。今回株数が非常に多めですけれども、株価が非常に安いので、この点、人気を集めるかなとも思われるんですが、一方で気になるのはやはりベンチャーキャピタルの方の、ロックアップが90日もしくは、公募価格の 1.5 倍で外れる、この点は、気にされるところかと思われます。次に FCE ホールディングスです。こちらは教育研修事業、あと DX 推進事業などを営むグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務を行う企業です。今回1560円での、想定株価です。株数としては47万8000株、ロックアップの方は、先ほどと同じですが180日ですけれども、やはりベンチャーキャピタルの方が90日もしくは公募価格の 1.5 倍で外れるという形になっております。こちらが、5年間の業績推移で、売上の方順調に伸びているんですが、ここ2年ですね、頭打ちになっているように見えるということ、ただし経常利益の方を見ますとちゃんと黒字化はしているという点、資金的にはこのあたりが見られるかと思います。一方で、今回株数が非常に少ないということ、この点で、人気を集めるかとは思われるんですが、やはり気になるところはベンチャーキャピタルの、ロックアップが90日もしくは 1.5 倍で外れる、ここは気にされるところかと思われます。次プラスゼロです。プラスゼロの方は AI と IT を軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業を行う企業です。今回の想定株価は1380円、株数は54万株です。ロックアップはこちらはしっかり180日90日かかっております。こちらが5年間の業績推移で順調に伸びており、黒字化もして今年する見込みの状態です。業種的にも、AI を活用した事業支援というのは時流に乗っているということで、将来性は感じさせられるのではないかと思います。ただし、売上が順調に伸びている分、まだ確定していない、22年度の前までですね、赤字が目立っているというところ、ここは気にされるところかと思います。そこそこ の株価でもって株数が少ないため、ある程度人気化はするのではないかと予測されます。次決算スケジュールです。明日は、週明けは10月24日ですので、金曜日までについてお話しいたします。主だったところだけを申し上げますと、月曜日は場中として、2銘柄石塚ガラスとプラントがあって、あとは日本電産と中外製薬が予定されております。あとですね、25日、オービックコンサルタント、厚生証券、 SMK、 そしてカイノス、ここが、場中の発表、そこの他には山崎製パン、オービック、コーア、キャノンマーケティングジャパン、シマノが、予定されております。コメントで、滑舌悪いというコメントをいただいてしまいましたので、できるだけ、明確な明瞭な、発音に心がけたいと思っております。あとですね、水曜日になると場中発表としては四国火星工業、そしてモーニングスター、あと主だったところではサイバーエージェントに、日立金属、日立建機、ルネサスエレクトロニクス、日本航空電子工業、キヤノン、あとは北海道電力、オムロン、カプコン、日清製粉、JCR ファーマ、富士通ゼネラル、日東電工、弁護士.com、
27日になると一気に増えて、松井証券と大東建託、メイテック、東邦ガス、ジャフコ、日本取引所グループ、そして丸和、ここはずっと、場中発表です。そして積水化学工業、ホヤ、東京ガスも場中発表です。この他には、引け後ですけれども、野村不動産、ドリコム、信越化学工業、野村総合研究所、武田薬品工業、あと強健化学は情報修正が期待できるのではないかと考えております。そして富士電機、富士通、アドバンテスト、ファナック、新興電機工業、日野自動車、そしてゴールデンクレストは、情報修正期待できるのではないかと思っております。次に、木曜日ですね、続けて、に日立物流、北陸電力、イビデン、東映アニメーション、アサヒホールディングス、オリエンタルランド、小糸製作所、ミスミグループ、ここまでが27日木曜日、そして28日になると さらに倍増いたします。まず、場中の発表としては、徳山、総合警備保障、デンソー、ヒューリック、トヨタ自動織り機、それから、アイシン、三菱電機、小田急電鉄、ジェイテクト、トヨタ紡績、そして、トヨタ合成、ここまでが場中発表です。この他に主だったところとしては、日本 M&A センター、SMS、桃太郎、そして ZOZO、TOTO、日本特殊陶器、M&A キャピタルパートナーズ、天野、日立製作所、牧田、日本電機、セイコーエプソン、アンリツ、アルプスアルパイン、トプコン、スクリーンホールディングス、ニフコ、そしてアルプス物流は、情報修正期待できるのではないかと考えております。あと SG ホールディングス、中国電力、東北電力、東京都競馬、マネックスグループ、82銀行、四国電力、カゴメ、日本外資、エニッシュ、キーエンス、トヨタ通商、中部電力、厚生、大塚商会、東方チタニウム、パナソニックホールディングス、北国、フィナンシャルホールディングス、以上が28日金曜日に、決算発表予定している銘柄です。週明け月曜のデイトレ候補ですけれども、場中大きな銘柄を大きな値動きをしそうな銘柄としてはビリングシステム、バンクオブイノベーション、コマースワンホールディングス、三つ星、ダブルスコープ、宇都宮造船、ネクストーン、キューブ、アースインフィニティ、オーバル、このあたりがデイトレに向いてくるのではないかと思われます。最後にですね、レオパレス、昨日話題になりましたが、新潮の記事でもって、叩かれて反論を出したところですけれども、本日ですね、306円で寄り付いて、まあ、前日は274円のストップ安でしたけれども、まずは、32円高の306円で、寄りついて、その後13円さらに上げたんですけれども、チャートで言うとこういう心当たりになりますが、上げた後はもう右肩下がりで、特に5番に入ったところで大きく売られて買いが全く入らない状態。だら、ドーンと下げた後はだらだらだらとこう上がってはきたんですが、結局290円、300円割れとなりました。まあこの土日で、なんか動きが出てくるかどうかが興味のあるところです。最後になりますけれども、予告として10月23日日曜日、夜
20時にウィルダナと株の神様第9話アップいたしますので、お楽しみにご期待ください。週明けに向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。